ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。金庫賞ギットスタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは次男坊、先頭リベオン、内から1頭グローリーベイズ、その後ろでやりましょうか。1番デアリングタクト、これと一緒にブラバス、それから里のフラッグ、そしてそのうちに2番サンレイポケット、外を通って10番ポタジェ、内を通りまして奇跡、そしてその後ろから8番ペルシアンナイト。もう一度整理しましょうか。これが先頭次男坊であります。5番リベオン、そのうちグローリーベイズ、これが1番人気のデアリングタクト、その外にブラバス、それからもう一頭9番サトノフラッグ、内を通って2番サンレイポケット、ポタジェが並んでいっています。そのうちからは奇跡、この辺りちょっと離れている8番ペルシアンナイト。第3コーナーに向かいます。ジット先頭の方はどうなっているか。先頭は依然として次男坊、そのうちにリベオン、それからグローリーベイズ、デアリングタクト、白い帽子が馬込みで入れています。その外3番ブラバス。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。デアリングタクトは4番手といったあたり、先頭西田と次男坊、デアリングタクト先頭に立った。グローリーベイズが3番手、差を広げた。デアリングタクトまだ余裕がある。奇跡が2番手、先頭松山とデアリングタクト、先頭松山とデアリングタクト、デアリングタクト1着、1番人気に見事応えました。この馬はいい調子だね。1着、1番、2着、7番、3着、当番以上のように確定しました。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。ゲートが開いて飛び出した10頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのはグローリーベイズが先手を取ります。その外スーッと次男坊が上がっていきました。5番リベオン、3番ブラバス、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のデアリングタクトです。ポタジェが並んでいます。そしてそのうちに里のフラッグ、それから7番奇跡、そのうちからはサンレイポケット、ペルシアンナイト、これがしんがりであります。馬場コンディションがなんとも微妙です。次男坊がレースを引っ張るようになりました。内を通りまして4番グローリーベイズ、外を通って5番リベオン、そしてその後ろからブラバス、これが一番人気のデアリングタクト、松山騎手この手応えはどうか。外を通りましてポタジェ、里のフラッグがその後ろ奇跡、2番サンレイポケット、一番後ろに8番ペルシアンナイトでやります。先頭行く次男坊、4分の3馬身リード、そのうちに4番グローリーベイズ、それからもう1頭5番リベオン、そして4番手にブラバスでやります。さあ中京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭次男坊、足が止まった、抜けた抜けた、4番グローリーベイズ、デアリングタクトが差を詰めてきた。外から懸命に次男坊、デアリングタクトが2番手、頑張る頑張る、川田とグローリーベイズ、白い帽子デアリングタクト先頭だ。ペルシアンナイト懸命に追うデアリングタクト、1着1番人気に見事応えました。まあ当然の結果だよね。1着、1番、2着、7番、3着、4番以上のように確定しました。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。金庫賞2000メートル、まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。押し出されるようにしてブラバスが先頭です。その後ろでやりましょうか。6番次男坊、グローリーベイズが上がってまいりました。そして外からは5番リベオン、そのうちからは1番デアリングタクト、その後ろ3馬身くらいあってサンレイポケット、ちょっと離されまして9番サトノフラッグ、10番ポタジェ、そのうちに8番ペルシアンナイト、それからもう1頭7番奇跡。流れるようにレースが進んでおります。グローリーベイズがレースを引っ張るようになりました。3番ブラバス、それから次男坊、デアリングタクトがその後ろ、そしてその外に5番リベオン、それからサンレイポケット、その後ろ5馬身くらいあって里のフラッグ、
その外10番ポタジェ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内を通って8番ペルシアンナイト、そしてその後ろから奇跡、先頭を行くのはグローリーベイズ、4分の3馬身リード、そして内からはブラバス、ディアリングタクトがかわしていきました。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、先頭を行く白い帽子はデアリングタクト、ブラバス懸命に追う、外からはグローリーベイズ、さあ先頭はデアリングタクトが1馬身リード、デアリングタクトが抜け出した、外からグローリーベイズ、先頭松山とデアリングタクト、奇跡懸命に追う、奇跡が差を詰めてきた、先頭松山とデアリングタクト並んだ並んだ並んだ、これは際どい。1着1番、2着4番、3着3番以上のように確定しました。